に三重交通さんの内宮から伊勢市駅、宇治山田駅、下空駅の臨時の停留所あるんですが、特に時刻表は定まってなくて、だいたい10分間隔でバスが運行してるらしいです。ということで、だいぶ人が集まってますね、向こうなんですけど。あそこに見えるのが宇治橋です。20年に1回書き換えがあると聞いてます。伊勢神宮といえばこの橋じゃないですか。では僕も下空と同じように挨拶して入りたいと思います。霜が吹いて橋桁の上凍ってますね。なのでマットの上を歩いてくださいという指示がありました。こんな感じに霜が降りてます。こっち側に見えるのが伊勢津川ですね。宇治橋を越えたら2つ目の鳥居が見えますので、もう一度挨拶をして中に入りたいと思います。到着です。宇治橋渡って内宮の境内に入ったわけなんですが、確か内宮には手水舎がなかったって聞いてるんですよ。じゃあ手水舎がないんだったらどうやって清めたりするのっていう疑問が湧くと思うんですけど、伊勢津川ね、手を洗うことができるらしいんで、到着したら伊勢津川でお清めをして、あ、将軍の看板も見えてきましたね。何かこう神宮の御領主ということでずらっと並んでます。こっち側に正宮があります。いや、それにしても今日は本当に天気がいいな。橋を渡った向こう側にも鳥居が見えるんですよ。あそこでも挨拶をしていきましょう。内宮での注意事項見つけちゃいました。こちら、この橋の向こう側から先お手洗いありませんということです。一応お手洗いは古いお札を納める場所があるんですけど、そこの近くにお手洗いはあるみたいです。内宮の地図こんな感じになってます。そんなに内宮の正宮までは時間かからないような気がしますね。すぐお手洗い場あるんで、そこに行ったら手を清めたいと思います。橋を渡りました。ごめんなさい、一つ訂正、手水車ありました。手を清めていきましょうか。これが内宮の手水車です。あったかいらしい。ではもう一度魔法に回って、左手を清めて、右手をお清めして、左手で口をゆすいで、ゆすいだ手をもう一度お清めする。これで一通り魔法はバッチリだと思います。鳥居がまた見えました。ここでもう一度挨拶をしていきたいと思います。伊勢津川で手を清めるお手洗いはこの先にあるみたいです。では あれだ、注意事項を見つけました。伊勢津川に当選をしないでください。銭を投げるなということですね。神社側がやっちゃいけんっていうことを平然とやってることはアウトでしょうっていうね、そんな感じですよ。だからもう一つ、お清めの際には足元に気をつけてください。気をつけましょう、セッタだから。なかなか大変なんですけど、お清めしていこうと思います。ごめんなさい、作法通りじゃないと思うけど、左手、右手、左手で作って、あまり上手じゃないけど、これでまあ一応お清めをしたということでご容赦ください。
では引き続き内宮を進んでいこうと思います。次の鳥居が見えてきました。まだ朝の8時半なんですけど、ものすごい人です。日曜日だからなおさらなのかな。看板見えると思うんですけど、正宮が向こう側で、帰り道、宇治橋がこっちで、同じ道を戻ることはできないってことですね。なんか手をかざしている人たちがいっぱいいるんで、真似てみたんですけど、何かのご利益はあるのかもしれませんが、初めて来たのでよくわかりません。正宮まであと100メートルだそうです。参拝が終わったら左右の出口をご利用くださいということなんで、この指示に従って移動をしたいと思います。じゃあ引き続き参道を進みます。正宮が見えてきました。ちなみに正宮の内部の撮影禁止です。外観を撮らせていただきましたら撮影を中止して普通にお参りをしていきたいと思います。それでは内宮の正宮参拝してきます。内宮でも正宮への参拝無事終わりました。心が清められる、そんな気持ちにさせてくれる素晴らしい初詣になりました。今回の紀伊半島編のテーマ初詣ですが、そのテーマにふさわしい参拝になったと思います。こっちですね、順路に沿ってまた宇治橋に戻りたいと思います。意外とさっさと参拝終えることができて良かったです。伊勢神宮参拝後の楽しみといえば、やっぱり門前町のおかげ横丁、それからお祓い町、ここでのグルメだったり楽しみだと思うんです。ということで戻ってきました。目の前に宇治橋が見えてます。宇治橋を越えてお祓い町おかげ横丁で思い存分楽しみたいと思います。もう一度礼をして帰ります。あ、でも1時間ぐらい前までずっと木の欄干を覆ってた霜が取れましたね。五つからはの流れも穏やかです。内宮回り終えました。行きましょう。目の前にお祓い町も見えてますんでね。割と人多いな。ソーシャルディスタンスは保ててるんで、このまま進んでます。で、今から向かうのが評判の伊勢うどんを出していらっしゃる福助さんです。もうそろそろ営業時間だと思うんで行ってみようと思います。前日に店内で撮影してもいいですかっていうことを聞いたら、条件付きで撮影の許可もらいましたんで。で、福助さんがお店構えているのがおかげ横丁なんですよ。なので今からおかげ横丁を向かいます。
霜降り牛タン牛いいなぁ、美味しそうだな。ということで、おかげ横丁もうすぐです。見つけちゃいました、赤福の本店さん。一応赤福の本店さんにも条件付きでもらってるんです。行列が半端ないんで残念ですが諦めます。しょうがない、足運ぶのは遅すぎた。おかげ横丁、猫がシンボルらしいです。行ってみますか。福助さん入れるかな。手を消毒して、ここが福助さんですね。福助さんのメニューの位置でこんな感じですね。で、下の方にお土産の伊勢うどんは店内で販売しておりますと書いてあります。とりあえずシンプルな伊勢うどん頼んでみましょうか。というわけで福助さんで初めての伊勢うどん頼んでみました。それがこちらですよ。いや、これを待ち望んでいた。おかげ横丁に来たらまずこれを食べたいと思っていた。ということで伊勢うどんとの出会いと福助さん撮影の方条件付きでお許しいただきましたので、その感謝を込めていただきます。さて、伊勢うどんどんな味がするんでしょうね。楽しみだな。なんかね、唐辛子ついてるんで、まず袋を切って、唐辛子を振りかけて、あ、かけすぎた？かけすぎ？かけすぎたかな？お箸を割って、本場の伊勢うどんって結構柔らかいおうどんだって聞いたんですけど、どうなんでしょうね。着物汚さないように食べなきゃいけない。うん、本当におうどんが柔らかい。それでこの独特なお出汁といったらいいのか、何なのか、唐辛子が混ざることによって旨味が増してる。食後の一杯ということで伊勢うどんについてきたほうじ茶いただいて余韻に浸りたいと思います。うまい、うまい。あっという間に食べ終わりました。ネギとうどん、あとお出汁がかかっているだけのシンプルなうどんだったんですけど、なんとも言えないインパクトがあって美味しかったです。というわけでごちそうさまでした。伊賀の里もくもくファームさんの手作りぐるぐるウィンナー、名物らしいですね。赤福残念なことになっちゃったんでこれにしましょうか。伊賀の里もくもくファームさんのぐるぐるウィンナーをゲットです。いただきます。うまく食べられるかな。これがぐるぐるウィンナー、食べてみよう。あ、すごくジューシーだ。噛んだ瞬間に肉の脂がぶわーっと溢れ出てくる感じがします。あ、あっという間に食べ終わりました。ごちそうさまでした。なんか新音太鼓っていうおかげ横丁伝統の太鼓が鳴ったみたいで、急に太鼓の音がしたからびっくりした。約1時間後に演奏というかあるみたいですね。新音太鼓準備中みたいですね今。
利休まんじゅうさんの例えばこれとかドラエビス面白そうやな。いただいて帰りましょうか。利休まんじゅうさんのどら焼き決定です。失礼します。食べ歩きもできそうだ。利休まんじゅうさんの出来たてのどら焼きゲットです。1個150円でした。向こうに川があるんであちらで食べたいと思います。じゃあ早速利休まんじゅうさんのどら焼き食べてみます。いただきます。うん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 、もちもちして柔らかいし、あんこが粒あんっぽいから噛んだ瞬間に小豆の甘みがふわーっと広がってきます。こりゃうまい。伊勢神宮でもいっぱい思い出ができたな。初めてのいろいろわからないだらけだった伊勢神宮での初詣、至らないところもたくさんあったと思います。作法違うんじゃないかっていうご指摘もあったかもしれません。でも参考になる部分であったり、楽しめるような部分であったり、ちょっとでも面白がっていただけたらと願ってやみません。そんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録お願いします。次回の紀伊半島編第6話は関西本線と大和路線を経由して伊勢から奈良に至る列車の旅をお見せしたいと思います。途中の松坂駅で名物駅弁との出会いもありますので楽しみにしていただければ幸いです。では後ろに見える伊勢塚を背景に一旦ここでお別れしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。列車が参ります。ご注意ください。